今からね、フィリピンに初めて行くということで、はい、フィリピンといえば、佐々木くんの母国というか、そうなんですよね、まあ、佐々木くん、あっちで生まれたんだっけ。いや、生まれたんです、大阪で生まれました。大阪で生まれたんだっけ。ただ、その、はい、兄弟とかが結構いるんだよね、はい、いっぱいいますね、うん、兄弟は何人ぐらい。兄弟は、でも、5、6人ですかね。これ佐々木くんのお姉ちゃんに会ったことあるんだけど、はい、あとのじゃあ4人ぐらいは会ったことない兄弟がいると。そう、みんなフィリピン生まれ、フィリピン育ちです。なるほど、まあ、お母さんがフィリピンだもんね、はい、そうですね。で、まあ結局、久々にね、フィリピンに行くということで呼んでもらったところね、急遽来てくれるみたいで。そうですね、まあ、ちょっと佐々木くんの家族に、ちょっと佐々木くんからね、支援物資というか。そうですね、まあ、こっちは稼いでるから、はい、日本でうまいこと言ったわけだから。そうですね、その兄弟にさ、プレゼントしたらどうかなっていうことで、はい、提案したところ、まあ、佐々木くんがね、快く約100万円分、はい、フィリピンの言い方にすると30万ペソぐらいですよ。そうですね、30万ペソぐらいプレゼントすると。はい、やばいよこれ。すごい感動よ。30万ペソあれば多分結構1、2年ぐらい暮らしていけるかなっていうくらいだと思うんですけど。フィリピンで言うと100万円でいくら分ぐらいの、こっちで言う平均月収多分5万とかなんですよね、多分。え、向こうっていうことは年間50万ってことぐらいだと思います。60万ってこと。はい、じゃこっちで言う1000万ぐらいの。そうですね、プレゼントってこと。はい、やばいやん。それは感動するわ。喜ぶと思うよ。喜んでくれますかね。うん、はいはい、フィリピン着きましたね。着きましたね、とうとう。はい、ちょっと今回なんか肉屋さんが急遽来れないみたいで、まあ頑張っていきましょうね。はい、こっちにおるってこと。多分来てると思う。あ、いたのか。あれ違う。おお、お、来た来た来た。あ、そうなの。はい、おお、大丈夫か。え、来ました、兄弟たち。兄弟ね、本当の兄弟でしょ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、はい、似てます。似てる。おい、ちょ、え、佐々木くんやん。並んでみて、並んでみて。佐々木くんやん。え、なんかみんな、こんにちは。あ、喋れるんだ、少しは。How are you? How are you? How are you? I'm 19. 19、19歳。若いな、みんな。なんか、の再会ですね。ね。Hello, Japan! Hello, Japan! 揃いましたね。揃いました。佐々木くんが2番目だね、年で言うと。年で言うとそうですね、26。2番目の子供ってこと。あ、お姉ちゃんがいるもんね。お姉ちゃん、お姉ちゃん。と、他にもまだいっぱいいると。昨日の今日でお願いしたんで、わざわざ。あー、なるほど。2時間かかるんですよ。フィリピンも広くて。車で田舎の方から。いや、飛行機で行ってます。飛行機で2時間。すいません、わざわざありがとうございます。本当に山の方ってこと。お兄ちゃん山奥ってなの。もう 山奥なんだ。山奥ではないか。いらん、これ高い。一緒に住んでるわけじゃないよね。 No、 あ、あ、一緒に住んではないんだね。大人になったんですね。父親の身は一緒に住んでる。そうだよね。七井おばあちゃんっていうのいるんですけど。ナナイっていうおばあちゃん。あ、ナナイおばあちゃんね。ナナイ said probably she want to see you. 会いたい。They are big family. How many years? Because you are small before. 昔はめっちゃちっちゃかったのに、今ではこんなに大きくなったね。ああ。もともとちっちゃい時はマンゴーがめちゃめちゃ好きやった。あ、マンゴー好きやった。はい。全然覚えてない。佐々木くんってさ、何歳ぐらいまでフィリピンにいたの？日本で生まれてたまにフィリピン帰って、長期的に。あ、確かに。みんなに質問したいんですけど、佐々木くんの好きなところ。For me, I think he, our auntie, Auntie Damia, his mother, he likes to bug. Because when we are taking physicals.She always said that the Korea Hero to share the channel. She is always sharing what Korea Hero, what he is
doing in Japan. That's why we are very excited to see him. あったかい言葉。佐々木くんは逆にどう？まあ、思うこととか。頑張り屋さんですよね。行動力もあるし、血のつながりもあります。僕もこれを聞いてます。ありがとう。ありがとう。どうもありがとうございます。サラマッポ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 はフィリピン。タガログ語で。タガログ語で。I love you。愛してる。愛してる。愛してる。マハピタ。マハピタ。おお、告白されてる。家で台風飛ばされたんですよ。その話します。ああ、そうそう。その時の現状というか。I had a big news because you guys from Tacloban Leyte. Yes. Then I had a big news about most of the people have like victims about the typhoon. Yes. 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 I want to know about the situation that time. I heard it. Your house is broken. Yeah, Tacloban. 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 So much. My house is. Our house was totally done. Partially, the building was still there, but the roof was.あー、オッケー、もう屋根がその時の台風の時にもう屋根が飛ばされちゃって、でもう常に雨とかが入ってる状態やった。And the, our gate, and the, our gate was so like flat, right? Yes. 家の中に浸水しちゃって、みたいな。水が浸水しちゃった。Swimming inside the house. The water was so high. So much high. 家の中を swimming. 家の中で swimming してる。そんなことある。When they evacuate the church, ママとコール、cry, cry, mama, cry, cry, mama, cry, cry. 確かにそれはめちゃめちゃ心配だわな。佐伯くんも知ってたんだよね。知ってました。その状況からどうやってこう乗り越えてたかとかまた聞きたい。そうですね。ちょっと聞いてください。We survived because a lot of people to help. Very, very, very. They were very concerned to us. Especially the international. International. UNICEF, Japan, Taiwan, Taiwan, all of the country. And they helped really, really big to us. My area, we have give the materials for making the house. And the back, they give us money. They give us money. They give us food.Our clothes, okay. And then other essential things. Relief. So please, say something to thank you for the everyone. Hi, hi, everyone. Thank you for inviting. Thank you for inviting us here, and we are very overwhelmed. Thank you so much. They paid me. They paid you. ¥300 per day. Ah, okay. ¥300. 8 hours a day. 8 hours. 350. 8 hours. 8 hours. 850. 800円で800円。800円ぐらい。時給で800円。すごいね。That's why some people get job from other countries because this is one problem here in Philippines. So very baba. Like me, I have a future. I want to go to Japan. 半分以上の人がもう他の国に出稼ぎに行く。ああ、そうなんだ。日本に。確かに日本にね、フィリピン人も多いもんね。ここまで来るのもさ。相当な出品なんじゃないか。あ、これ僕は払いました。ああ、そうなんだね。さすがに。招待みたいな。フィリピンのスアーナ、ホスピタル、ホスピタル、ホスピタル、ファミリーオリエンテッド、ファミリーオリエンテッド、ナンバーワン in the Philippines、ファミリー、even no money but if you are complete family is happy, if you happy, even small food, it always we together。まあこれはでも本当に僕の意見でしかないんですけども、はい、日本ってやっぱ物質的には豊かですけども、はい、まあ精神的に豊かじゃないなって思ってそれは思います、ね、実例が日本ってやっぱり自殺率も高い国ですし、でもフィリピンってその逆で物の豊かさはないですけども、その精神的な豊かさがすごいあるなって感じます。こんなニコニコしてます。ニコニコしてるし、でそれでちょっと喋ってます。はい。じゃあプレゼントはあります。はい。Actually, Hiro has a present for you guys. From his heart. It's a big. Okay. じゃあみんな渡します。はい。これです。あ、いいな。
わお。めちゃめちゃ喜んでくれてる。いや嬉しいな。みんな喜んでおられる。本当にめちゃ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 すごい。本当に本当に助かる。うわあ、佐々木くん。おお、ありがとうございます。ギャラリーの方も。わあ、素敵だな。みんなでね。Very, very, 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 very,